あいつらだね。ああ。じゃあ、私のも。心配するな。艦長にも含んであるし、あれだけは負けない。エントリーナンバー155、平安初期の刀剣です。歴史はありますが、ご覧の通り。刀身に大きな欠けがあります。ですので美術的価値は低く、考古学的興味のある方にしかおすすめできません。最低落札価格は200万円からです。200万。1000万。なんと1000万。お客様、本当におよろしいのですか？もちろん私はウェルカムでございますが。さあ、1000万、1000万、1000万。ありませんね、ありませんね、ありませんね。では。ラク。Just a moment. おいくらでしょうか？ 20 million。 2500。 50 million。 何？ 1億だ。バカやってんだ、あのどこぞのお金持ちのボンボンはよ。
彼女に煽られていい格好してんじゃないの。それにしたってむちゃくちゃだ。でもかっこいいね。ワンビリオン。お客様。ワンビリオン。サツキ。いい、忘れて。サツキ狂ってる。分かった。任せろ。絶対に何とかしてやる。宗一。お客様。落札。ねえ。ん？そこまでしなきゃいけないものなのかな。お前の件か。全部。そうだな。何でもいいからとにかく全部かき集めろっていう雰囲気だな。お祈りの対象、芸術的職人芸、いわくつきの品々。どうしてだろう。わからん。焦ってる。そうだな。
さつき。何？花の菊お前に聞こう。あのバカタレ二人組、職業は何だと思う？軍人。それも質の悪いやつ。外人部隊って言うんだっけ？なぜ？ヤクザなのに規律取れてるから。その通りだ。高村の私兵隊だな。私兵？ああ、奴らにはてんこ盛りのおもりつけてでも持って帰りたい何かがある。あるいは俺みたいな邪魔者を力ずくで排除してでもだ。総一対策ってのは？ありえなくはないが、せいぜい俺のできる邪魔なんざさっきみたいなことしかないさ。腹いせに無茶をやるかも。そこまで無法者じゃないぜ。どうだか。黙って見逃して静かに奴らの足取りを追うか。真っ向勝負、どっちがいい？エディさんはいつもどっち？黙って見逃して後ろから追う。あたしなら？お前、それが愛する男に言う言葉かよ。愛してるからこそ言うんじゃない。どうせやるなら好きなことやれ。やらないって選択肢は？そんなの持ってんの？持ってない。決まりだね。じゃあやりますか。花火あげるんでしょ？どれだと思う？198。ビンゴ。敵討ちだね。ああ、心底困らせてやる。落札しちゃったらどうする？したくてもできないさ。どこまで出せるのか、それによって相手の素性がわかる。ま、うすうすわかっちゃいるんだがな。思いっきりふっかけてやるさ。ああ。悪人だ。相手が悪人だからな。私みたいなこと言ってる。映ったんだよ、サツキがさ。何言ってんだか。さあ、いよいよ大詰めを迎えております本日のオークション。次の出品物は今宵注目の一品。エントリーナンバー198、草薙の剣。誰あの人？よく見てるな。単なる浮気相手。ふーん、あれがさっき言ってた人。胸出てりゃいいってもんじゃないわよ。出てなきゃいいってもんでもない。
ごたくはともあれ、まずはまずはご覧いただきましょう。その名を冠するにふさわしい剣か否かを。まさか本物は壇の浦で安徳天皇と一緒に水底へ沈んだはずだ。それはないないが、だがいいものだ。ねえねえねえ、本当に本物じゃないの？俺もこれがあの伝説の剣だと信じたいぐらいだが、逆に良すぎるんだよ。良すぎる？あの工作精度、あの圧倒的存在感、誰がどう見ても日本刀が工芸として最高潮にあった鎌倉末期から室町の作品だ。頑張っても鎌倉初期だろう。ヤマトタケルまで遡らなくても草薙の剣、別名天野村雲の剣はいくら新しくても奈良の剣だと思う。じゃあその頃の名のある人の作品。直刀の大立ちをどうしても作ってみたくて趣味で作ったものか。あるいは影武者とかどう？それは面白いアイデアだぜ。今日は切れてるな、さつき。いつもよ、いつも。どっちにしろ、どんな時代にも人知れず消えていくものすごい人物がいる。総一みたいな？俺は目立ちすぎさ。まだまだ小物だよ。ご存分に鑑賞いただけましたでしょうか。今宵我がオークションが誇ります最高の一品、もう二度とは手に入らぬ、いやもう二度とはお目にかかれぬこの一品、手にするのはあなた、あなた、あなた。最低落札価格1000万。ここであったが100年目、オークションスタート。1000万円だけ。
50 million. One billion.12億5000万。13億。13億5000万。14億。14億5000万。15億。15億5000万。あ、ちょっと待ってね。お母ちゃんと相談するから。どうぞごゆっくり。どうかな。どうしても僕、あの剣が欲しいんだ。しょうがないわね。今日の晩ご飯はカップラーメンよ。一人一個？二人で一つ。お母ちゃん、ありがとう。じゃ、張り切っていこう。20億。Just a moment! いかがなされますか、お客様。失礼ながらそこまでなさることはないと思いますが。 Just a moment。 20億1000万。総一。ああ、そろそろっぽいな。んじゃ、21億。 Just a moment。 決まり。ああ、時間稼ぎに入ってる。指示ください。
それ、なんとなく嫌。何も言ってねえだろ。わかるよ総一、私が大切だもん。大事なナビだからな。照れちゃって。21億1000万。切りのいいところで25億だ。ジャスト・モーメント。冗談、足手まといにはならないよ。気をつけろよ。それはこっちのセリフ。気をつけて。いかがですか、お客様。 Wait a minute! Please!お客様。いいえ、俺の負けです。セリーはね。ではそちらのお客様に草薙の剣50億円にて落札。本当に屋内戦装備1個招待かよ。艦長。始まったな総一君。客の誘導をお願いします。皆に任せてある。心配いらん、優秀な部下たちじゃ。艦長は艦長室でお相手する。防犯システム全開じゃ。おっかねえ。リサ、頼めるか。高くつくわよ。体で払うよ。引き受けましょう。総一君は何が何でも宝物一式持って帰るつもりだろう。待ち伏せしてやる。奴らが何を考えてんのか、そいつが知りたい。宝物保管庫じゃな。だがあそこは戦いにくいぞ。邪魔者が多い。それは俺に有利です。それもじゃが、あそこのレーザーディフェンスはフルオートになっておる。わしが制御できん。なら前回同様切っておいてください。俺一人で何とかします。うん、
承知済みならくどくは言わん。健闘を祈る。動きましょう。頼むぜ、リサ。ええ、あ、待って。忘れ物。これで戦えって？リサ、案外レトロな趣味だね。似合ってるよ、ものすごく。そうか？まるで君のために作られたようじゃ。驚いたわ、一心同体ね。よせよ、刀が似合うなんて危ない人みたいじゃないか。そろそろ行くぜ、みんな。そうじゃな。え？すまんな、リサ、荷物預けて。うぅ！いいえ、本当は一緒に戦いたいぐらいよ。とんでもなく面白そうだもの。顔を刺されるとまずいもんな、マリア。何が何でもサツキさんを安全に届ける必要が出てきたわ。当たり前だ、ちゃんとお礼は考えてるっての。何それ。話は後じゃ、行くぞ総一君。おうさ。私も忘れ物。頑張って。バカ。うほう、ういういしいの。ではお先に、さつきさん。はい。うそう、いちちゃん。なんでございましょう。父よいケツじゃ。ケツがたまらん。行くぞエロジジ、もっかいあのケツが見たけれ頑張れ。中はせえへん。頑張って。うるさいな、もう。Thank you.
出てこい、クソガキ。この俺様が直々にお相手だ。ゴキブリのように隙間に隠れず出てこい、クソガキが。臆したか、この俺様の威風に出てこくか。久しぶりだな、隊長。早く姿を見せろ、クソガキが。挨拶のついでに一つ聞きたいことがあるんだけどさ。余計なおしゃべりはいい。早く俺の目の前に現れんか。あんたたちは何を企んでるんだ。いや、あんたたちじゃない、高村という男は。我が主の名、そう気安く呼び捨てるな。主は貴様など考えも及ばぬような巨大な男よ。へえ、狂犬らしくもね。すっかり番犬風情じゃん。ハハハ、煽ってるつもりか。あのようなお方の番犬ならばねえよ、至極。人類みんなの宝物を金と恐怖に明かせて買い漁るってのはいかにも下水がな。だから言う、お前のような小物には考えも及ばぬほどの大きなお人であるとな。何の要領も得ねえな。やっぱ犬は犬か。主人に会ってみないと回答は手に入らない。ほう、貴様、我が主に会えるとでも思ってるのか。ああ、そのうち会いに行かなきゃならないね。ならば話は早い。一度だけ聞こう。我が主は貴様に会いたがっている。何？一度だけしか聞かぬ。存分に考えろ。ついてこい。さっさと決めろ。存分に考えろと言っただろうが。なんだ。俺と戦いたいか。愚問だ、愚か者が。じゃあ、やるか。
二敗二分けのあんたに今宵も勝ち目はないと思うぜ。抜かせ。女に溺れるふぬけにこの俺は倒せん。いらないこと知ってるね。さすがナスティーボーイストーカー。やかましい。ごちゃごちゃ言わずに知恵どの海に沈め。俺には待ってる人がいるんだよ。手っ取り早く片付けてやるぜ。来い、ダイゴ。おお、行くぞ。やっほーい、おかえり、さつきちゃん。ただいま。姉さん、サンキュー。あなたの方が年上よ。シュ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 。はいですね。こういう派手なの大好き。ほら、ご覧て。大丈夫、死にゃ死ね。起こさないと起きねえけど。館長の趣味全開だ。やれやれ。そいつは保管庫へ潜入済み。あそこは電波届かねえんだが、ま、大丈夫だろ。この程度の連中なら。待って、エディ。ん？これどれも鏡の連中ね。だな。アメリカの誇るネイビーの皆さんだ。それが何か？高村の紙幣は？陽動か。しまった、罠だ。落ち着いて。数はいないわ。数いれば動きはわかる。会場の二人組は？引き上げた。安全確保だろ。それは確認する。いても大したことはないと思うけど、逆に言えば数いなくてもいいほどのカードを切ってる。ジョーカー、心当たりか。マッドドッグ。あっち、ナスティーボーイストーカーかよ。だが奴なら大丈夫。総一は2勝2分け。カンボジアのジャングルで吊るしてやったばかりだぜ。通常戦闘力は問題じゃないわ。高村直属が問題。どういうこと？あの男はマジックを使う。マジック？黒い魔術を。それってヤバいってこと？ええ。私が行きます。何？さつきさん、アイディアあります。艦長室はどうなってますか？
うん、ほぼ制圧完了。艦長、防犯システムで遊んでる。オッケーです。エディさん、ちーちゃん返してください。しかし、わかった。エディ、それでは万一の時、私が総一に殺される。そん時は俺もお供するよ。いいか、サツキちゃん、撃たずに済むことだけを考えろ。だが撃つ時は5発全部撃て。余計なことを考えるな。はい。あの人の知り合いはみんなナスティ。知り合いじゃないです。じゃあ何？恋人です。あなた強いわね。リサさんも誰かを愛せばわかります。負けてますな。愛ね、私にはまだ早いわ。それも負け惜しみかな。足なんてどう？艦長室を。へい。決着つけようぜ、大吾。逃げ避け抜きの真っ向勝負だ。おざくら、俺にはまだまだまだ力があるわ。虚勢張りやがっ、何？
マキシマムじゃと？認識されれば撃たれないんでしょ。だったら最高出力です。それはそうじゃが、今君の言ったアイデアが成り立つかどうかなど保証できん。危険すぎる。あれは1台でも人を焼ける出力を持っとる。それが3台あるんじゃぞ。3台ともお願いします。真ん中なら3台とも狙えますよね。それはそうじゃが、あまりに非人道的すぎるのを後で知って、このわしがスイッチを入れてないものを。だけどやらなきゃ総一が危ないんです。だが艦長さん、総一が死んだら私そこで死にます。わかった。その案に、いや、サツキちゃんにかけよう。わしのカードじゃ。ありがとうございます。60秒じゃ。1秒も間違えてはいかんぞ。はい。最後だ、大吾隊長。隊長、それやるよ。あの世で好きなだけ暴れな。
高村、許さん。あっ。